アルバイトで好きな人に話しかけました。そしたら向こうから話しかけてくれるようになったり、彼女が自分の前で大きな独り言を言ったこともありました。途中で部署が変わり会えなくなったので自分から会いに来ました。そしたら向こうからお久しぶりと言ってくれました。好きじゃなければ覚えてないと思い LINE 交換してご飯、そしたら魅力無視&彼氏持ちでした。思い込みって辛いですね。告白しちゃってなくてよかったですね。魅力無視はでも辛いですね。気さくな人だったんでしょうね。いろんな異性の人とも仲良くできるっていう、これをいい経験にしてこういう女性もいるんだなっていうサンプルを一つ取って次の恋に行きましょう。次の恋をしてですよ、で恋愛力高めてって女性とのコミュニケーションとかね、もしかしたらね、これ文面だけ見る限りすごい順風満帆だったのに後から彼氏持ちだったことが発覚しましたっていう文章には見えるんですけど、恋愛偏差値高めてって心理コミュニケーションレベルを上げていけば、あれこの気さくな感じって誰にでも気さくなだけで彼氏とかもいるんじゃないかって仮説が立った可能性はあるんで、コミュ強には誰でもなれるんで、陰キャとか陽キャって元の気質なんで変わんないですけど、コミュ強は別に陰キャでもなれるんで、普通に僕陰キャっすけど家にずっと引きこもってる、話は普通に聞けるしできると勝手に思ってるんで、コミュニケーションを磨きます。話戻すんですけど、この恋はね一旦頭の片隅に置いておいて、いろんな異性に話しかけたりとか、でその過程でいろんな異性とデートに行ったりとか、付き合うまでしなくてもいいですけど、いろんな女性とね遊ぶとか仲良くするっていうのを経験していく中で、もしかしたらねこの彼氏持ちだった人が別れるかもしれないよね。そしたらアプローチのタイミングですよ。その頃にはねもう恋愛力も磨かれて、かっこよくなったあなたがアプローチするんで振り向いてもらえる可能性もあるんで、そんな感じで今好きだった人、いけるかもしれないと思った人を落とすためにも、次の恋につなげるためにも、ぜひね他の女性に手を出してください。ヒロさんは付き合うって何と聞かれたらなんて答えますか。覚悟じゃないって言います僕なら。なるほど、あそういうことねって言われたら別に解説もしないですけど、どういうことって聞かれるんで、そしたら別に付き合う前と後で何かがすごい変わるってことはないと思うよみたいな、付き合ってなくてもデート行ってもいいと思うし、付き合ってからもデートに行ってもいいと思うしみたいな、別に付き合ってなくてもキスする人いるじゃん、でも付き合ったからって必ずしもキス していいとかキスしたいって相手に思うわけでもないと。だから別に付き合うっていうのはあくまで通過点なんだけど、付き合うことで何かが変わることはないんだけど、俺たち付き合ってるよね、彼女だよね、彼氏だよねってなることで、例えば浮気の抑制になったりとか、別に付き合ってなかったらいい感じの女性とかがいても他の異性にね行っても誰にも咎められることはない、ちょっとがっかりするぐらいいい感じだと思ってて私だけだと思ってたのにっていう人がちょっとがっかりしちゃうぐらいですけど、別に悪いことはないじゃないですか。っていうので自分にとってはこの女性一人だと思ってたとしても、他のめっちゃ魅力的な人からこうアプローチされたら心が揺らぐことってあると思うんですよ。この時にですよ、あでも俺には彼女がいるからって思えるのと、いい感じだけど付き合ってはないんだよねっていうだけだと他の女性に行っちゃう率も変わると思うんですよ。結婚ってすごい果てしなく未来の話ですけど、付き合った瞬間から初日も1日目も1週間経った時でも未来この人ともしかしたら結婚してるかもしれないっていう考えとかが生まれたりするわけですよ。そうするとだいぶ関係とかも進展するじゃないですか。こういう付き合ってるからっていう理由で考えることが変わったりとか、心のフックになって他の女性に行っちゃったりみたいな揺らぐことがなくなったりとか、目の前の付き合ってるこの子を幸せにしないとっていう覚悟とかも変わったりすると思うんですよ。だから僕にとって付き合うって何って聞かれたら覚悟って答えますかね。